象徴的なユニオンジャックの衣装に身を包んだジェリー、ハリウェルクールブリタニアは、1990年代のイギリス文化の盛んなよう、クールな様子を表すために、メディアが使った用語である。1990年代半ばに作られ、1990年代末に流行した言葉だった。また、保守党からの政権交代を果たしたトニー・イブレア首相の、労働党政権やその政策と、 密接な関係を持っていた。1970年代後半から1980年代にかけてのサッチャーその他の政権による停滞や混乱の時代の後に来た90年代の空気を表す言葉である。もともとは愛国家、ルールブリタニアにかけたダジャレであった。日本の行政機関、特に経済産業省では、クール、ブリタニカと誤記されることがあった。 1990年代前半から若い世代による音楽、アート、ファッションなどの雑多な文化がイギリスで発生した。例えば音楽のジャンルにおけるブリッドポップテクノレーブなど美術の世界におけるヤングブリティッシュアーティスト、ファッション業界におけるジョン・ガリアーノやオズワルド・ボーテング、アレキサンダー・マック・イーンら若手デザイナーの世界的ブーム、そしてこれらを報じる音楽史。 カルチャー誌、ファッション誌などがそうである。彼らは1980年代、サッチャー政権下の不景気の際にはアンダーグラウンドで活動を続けていたが、1990年代に入り、次々と大手メディアなどから契約や出資を得てより大きな商業的発表機会を持つようになった。イギリスは1990年代前半以降、文化におけるスターを生んで、 アメリカ文化に対しイギリスの独自性を主張するようになった。音楽、ファッション、出版、広告、デザインにとどまらず、建築、美術、コンピュータゲーム、スポーツ、そして1996年にはトレインスポッティングの世界的ヒットにより長年低迷していた映画業界でも若い世代が台頭し、イギリス発の表現は世界の一部に知られるようになった。これと同じ頃、 正解では1994年に41歳のトニー・ブレアが労働党党首に選ばれた。彼は第三の道、新しい労働党を標榜して戦後労働党の左派路線と決別した。さらにブレアは社会主義、社会民主主義路線から中道保守路線に変換し、さらに東高量から産業の国有化条項を削除し、ネオリベラリズム、 市場経済路線に転換をした。BBC の編集者、エヌ・ディクソンは、ブレアのイデオロギーをネオリベラリズムとして批判している。ブレアはメディア王、ルパート・マードックと密接な関係を持ち、後にジョージ・ W ・ブッシュとともにイラク戦争に突入し、イギリスの有権者から厳しい批判を浴びることになる。ブレアの前任の保守党、メジャー政権の時代には、 サッチャー政権時代のネオリベラリズムによる弱者切り捨て路線から政策を修正主義に変更していた。経済は次第に世界各国からの投資が増え、金融のみならず製造業も海外企業の進出などにより復活し、1995年頃から長年の経済低迷から脱して久々の後継機を謳歌していた。その頃、 書院のほとんどが20から30歳代という中動作派のシンクタンク。デモスでは20代前半の若手研究員マーク・レナードがこの公共を未来につなげるため、活況を呈していた音楽やファッション、文化、出版や放送などの素材をもとにソフト産業の企業を促進してさらに文化を活性化させ、イギリスの貧困なブランドイメージを解散業にまで、 影響を及ぼそうという提案を行った。レナードは、海外から見たら大国、老朽化、衰退、失業、鈍天、退屈といった、イギリスの偏見に満ちたイメージが、海外からの経済投資に悪影響を与えており、イギリスで起きていた若い才能による文化の活況、サービス業の発展、多様な民族の共存といった現象がほとんど、 知られていないことを膨大なアンケートで裏付けた。イギリスのトレードマークだった諸外国からの頭脳流入や文化や政治や経済の新コンセプトの創出を蘇らせるためにはソフト産業をより活発にして新鮮な文化を世界中に発信し世界のイギリスに対するイメージすなわちブランドを一新すべきだとの結論に達し1997年に登録商標 ブリテンと題するレポートを出版した。これは反響を呼び、やがて政府の注目するところとなる。クール、ブリタニアという言葉は1967年、ダダイスムの影響を受け、モンティ・パイソンとも関係の深かった怪しげなコメディバンド、ボンゾドッグバンドの曲のタイトルとして有名だが、近年の造語やその用法とはあまり関係がない。次にこの言葉が現れるのは、 米国の大手アイスクリームショップであるベンジェリーズが商標登録し1996年初めから販売したフレーバーの名称としてであった。ニュースウィーク氏が1996年末、ロンドンを地球上で最もクールな首都として紹介した記事が、クール、ブリタニアという言葉が人口に解釈するきっかけだったとみられる。 ニューズウィークの記事が出た後すぐ、1997年には、メディアや広告業界は、イギリスのクールさを表現するのに、クール、ブリタニアというフレーズを造語し、広く使われるようになった。1997年には、バニティフェア氏は、ディアム・ギャラガーやパッチ・ケンジットを表紙にして、ロンドンはまたスイングしている。と題した、イギリス発の新しい文化を紹介する特集を、 掲載している。1997年の選挙で、労働党から44歳のトニー・ブレアが選挙に、望み、彼が首相に選出されると、オアシスのリーダー、ノエル・ギャラガーら各界の若手アーティストらが祝意を、表紙に訪れ話題となった。彼らは、当時からブレアが、ネオリベラリストであることや、後に、イラク戦争にのめり込むことなど、予測すらできなかった。 クール・ブリタニアのフレーズは、ブレアの当初の新鮮なイメージと共に世間に、広まったの初期に、ロンドンの若者文化の爆発を表現した、キャッチフレーズ、スウィンギング・ロンドンが広がったことと、並行している。ブレア首相は早速、クール・ブリタニアという用語や、登録商標、ブリテンのアイデアを取り入れ、国の主要産業を後押しする、国家ブランド戦略を開始した。ブレア首相は、 クリエイティブ産業特別委員会を蘇生し、前述のデモスのマーク・レナードや、ポール・スミスや、リチャード・ブランソンら文化産業の担い手、メディア関係者、学者らを集めて、クリエイティブ産業の振興を協議し様々な施策を実行に移した。同時に、広報特別委員会を組織して、イギリスのブランドイメージを刷新する国家広報戦略を実施させた。政府省庁も再編され、 国会参照が文化、メディアスポーツ賞へと解消され、文化遺産の管理のみならずクリエイティブ産業の振興などに当たることになった。ブレア政権のクリエイティブ産業振興政策や国家広報戦略の内容は主になどであった。例えばミレニアムに向けた大都市の再開発に斬新な建築家を起用し、BA、ロンドンアイやテートモダンなど大規模な文化、 観光施設が誕生した。また宝くじなどによる資金で文化、芸術を大規模に支援した。ブリティッシュカウンシル、ブリティッシュエアウェイズなど海外に開かれた機関やイギリスを代表する企業のロゴやデザインを先端的なものに一新し、政府の文書やウェブサイト、施設などもデザイナーの手で徹底的に手直しを図ったのもその一例である。クールブリタニアの真の目的はさておき、 クール、ブリタニアという言葉は、ファッショナブルな、ロンドンのポップカルチャーシーンを表現するのに、一般的に広く使われるようになった。ブラン、オアシス、スウェード、スーパーグラス、ザバーブ、スパイスガールズなどのミュージシャン、あるいはファッションデザイナーやファッショナブルな雑誌、日本風のレストラン用、寿司などがその対象である。また、アメリカのアイスクリーム会社、ベンジェリー S が、 英国国内で販売するアイスクリームの商品名をクール・ブリタニアと名付けた。1998年、エコノミスト氏はすでに多くの人がうんざりし始めたと記述2000年までにはクール・ブリタニアは皮肉かグローの意味でしか使われなくなるだろうと予言した。同じような現象をウェールズやスコットランドにも当てはめようとクール・カンブリアやクール カレドニアといった用語がそれぞれに生まれたが、その用語に内実はなく、今日に至るまで誰もほとんど聞いたことがないという状態である。ブリッドポップは次第に収束し、ヤングブリティッシュアーティストの活動も一段落し、流行語としてのクールブリタニアは完全に仕事化した。また、ブレア政権も当初の輝きを失い人気が上洛し、対立する労働党の有力者、 ゴードン・ブラウンは近年、クール・ブリタニアブランドに否定的であり、伝統的なイギリス的なものをもっと強調するべきと考えている。芸術界やポップカルチャー界でも、クール・ブリタニア政策のクリエイティブ産業振興策は、イギリス文化を質的に向上させたのか、支援すべき分野に本当に資金が回ったのかとの自問がある。クール・ブリタニア政策で、 クローズアップされた観光、文化施設はイギリスの新しい観光名所となった。近年は日本でも新しいイギリス文化、例えば音楽シーンや舞台、デザイナーズホテルや現代建築、デザイン、現代美術のミュージアムなどを観光目的に選ぶ人もいる。イギリスは単に伝統の国ではなく、伝統とモダンが溶け合う国との認識も広がった。日本でも製造業が 中華人民共和国などに押される中で80年代から世界的大流行を果たしたビデオゲームを筆頭に漫画やアニメ、オタク文化などのポップカルチャーを全面に押し出した形での海外からの観光客誘致や文化に根ざした新産業創出により失業克服や産業転換を図ろうとする動きがあった国会明字の希薄化悪化への対処のために 国家ブランド戦略を立てる動きもある。ここには、クール、ブリタニア政策のある程度の成功も影響を及ぼしている。2002年、アメリカのジャーナリスト、ダグラス・マグレーが、外交問題専門史法ンポリシーに、日本のグロスナショナルクールを掲載し、日本国内でも話題になった。彼によれば、日本のアニメや漫画、キャラクターグッズなど、そのポップカルチャーは世界に広がっている。 ただし、日本のポップカルチャーの理論化や世界への英語での発信などの不足、そして国家ブランド戦略の不在により、ポップカルチャーの広がりには障害があり、また、日本自体のブランドイメージは貧困なままであると述べている。その後日本でも、クール・ジャパンと呼ばれる標語が生まれた。ありがとうございます。